どうも、2022年いい加減そろそろ気持ちよく当てたい男、千葉ちゃんです。ネギシステイクスの魂の本命発表したいと思います。本命はオメガレインボーです。この馬です。もうオメガレインボーです。勝ちます。この馬もう刺す競馬を覚えてからね、かなり成績が安定しております。下級条件の時は逃げて結構勝ってきたりしてたんですけど、刺す競馬を覚えてからはね、かなり成績が安定してきておりますね。前走初の 1200m 戦もね、うちの狭いところから伸びて3着に来て、前半3番が32秒8、さすがに前走忙しすぎたんじゃないでしょうか。でこの前走の 1200m を使ったことによって、今回ネギシステックス 1400m 多少ペースが速くなっても、前走のね、あのモズスーパーフレアの刻んだ前走よりは絶対ペースも落ち着くし、直線が長くなる東京だし、全部向いてない。もうここがね、この馬の末脚を生かせるベストな舞台だと思うので、自信あります。もう頭でいきます。単勝です。馬券はですね、まあ、単勝と馬単で、相手にモジアナフレイバー、スリーグランド、ヘリオス、ソリストサンダーあたりで勝負していきたいなと思っております。ソリストサンダーもね、あの武蔵野ステークスで、0.2 秒差ぐらいの3着だったし、1400のこのネギシステークスならソリストサンダー全然逆転できるチャンス大いにあると思ってますし、あのフェブラリーステークスがソリストサンダーはもうやっぱ本命だと思ってるので、まあ、ネギシステークスにかける熱い意気込みはもうオメガレインボーの方がね、絶対に熱い気持ち持ってると思うんで、もうここは本当オメガレインボー軸でいきます。まあちょっと怖いのがヘリオスね、連勝中でかなり、ね、勢いに乗ってるので、まあ、そのまま逃げ切りみたいな。ただ今日の競馬見てると、もう全然もう大差しがもう決まりに決まってたんで、オメガレインボーで問題ないんじゃないかなと思っております。で、まあ、その似たようなタイプで言うと、タガノビューティーいるんですけど、タガノビューティーは買いません。なのでタガノビューティー皆さん買ってください。僕が逆進だと思う方はもうぜひね、タガノビューティーを買ってください。僕は1円も買えません。安心してください。まあ、一応まあ理由を言いますと、まあ、東京得意ですけど、東京得意なんですけどね、なんかまあ馬積みがないというか、もうちょっともうベスト出してるんじゃないかなって僕思うんですよね。まあ、ちょっとオープン級止まりなのかなと。まあ、ヘニー・ヒューズ3区でコバから強くなるというよりかは、まあ、ヘニー・ヒューズは割と若い頃から活躍できるタイプの血統なので、まあ、ちょっと重賞では少し足りないのかなと思っております。人気するんで、まあ、それなら思い切って切ろうかなという感じですね。なのでオメガレインボーを2着3着あたりに入れて、タガノビューティー入れて、まあなんか変な人気薄入れれば当たるんじゃないでしょうか。僕の逆進予想で言うとそれですね。まあ、僕はオメガレインボーから魂の頭勝負いきたいと思っておりますので、ネギシステークス絶対当てましょう。